んにちは、ダンダンです。今日の動画はなんか誰かに見られてる気がする。怖っ。 CBD の会社から案件が来たのでレビューしていきたいと思います。やったそれでは中身を見ていこうと思います。正直言って CBD のベイプ動画で ASMR は意味がわかんないし、頭がぶっ飛んでると思います。今回紹介していくのは、スキュー。この CBD のコンセプトは、フォアインスピレーションモーメント、新たな一足、新たな発想だそうです。これを使って作業や勉強に集中できそうですね。チルしたい時やリラックスしたい時のお供におすすめです。このベイプの特徴は、簡単で使いやすく、カートリッジの交換も簡単で、充電は長持ちだそうです。またフレーバーの種類も豊富で、約12種類あるそうです。12月からは新作のフレーバーも出るそうです。今回は俺無理言って半分おろしで、この企業から全フレーバーを送ってもらいました。とりあえず説明より先に吸ってみたいと思います。とりあえず先にストロベリー吸ってみます。うわすげえ。いで、うわ、ああすごい。届いた瞬間から吸えるのはめっちゃいいですよね。あ、これボタンとかないんだ。あ、吸ったらそのままいける。一気に吸うとむせるみたいです。最初から言ってほしいですよね。おい、あー、なんかイメージしてた CBD ってなんかこう、なんか変な味するのかなと思ったら結構美味しいですね。しかも吸いやすい。次は別のリキッドを吸ってみたいと思います。リキッドの交換もめちゃくちゃ簡単です。シュワスを使ってみたいと思います。うわうめえこれ。うわこれうめえ。シュワスうめえぞ。シュワス美味しい。今から全フレーバー吸ってランキングをつけたいと思います。続いて吸っていくのはこちら。おー、え、うまっ。え、ちゃんとうまいんだけど。しかもこれめちゃくちゃ簡単。すげえいい。これめっちゃいいよ。すげーすげー、やるじゃん。続いてはオージークッションを吸っていきたいと思います。あー、すんごいオージークッシュだ。続いてはこちら。なんかね、CBD ってなんかすっごい危ないイメージを持ってたんですけど、いざ吸ってみると、まあ、本当になんかこうリラックスしたい、例えば寝る前とかがすごく良さそう。うわ、めっちゃめっちゃ企業案件っぽくなりました。バカ野郎。あ、うまっ。スキットス。あ、え、これうまっ。ブルードリーム、期待大のメンソー。続いてはグリーンアップ420。420って何なんだろう。何が420。俺ちょっとさ、ごめん、これ職業病かもわかんないけどね、昔働いてたところがさ、まあゼロのこと丸っていうね、どんな仕事してたかっていうのが多分これで分かっちゃう人は分かっちゃうんだろうけど、あのね、ほんとこれ、この癖はやめたいんだよね。420って言えばいいのにさ、420って言っちゃうんだよね。これね、友達から肝がられるっていうか、何丸ってみたいな、言うのやめた方がいいよってよく言われるんですよ。だからね、俺これやめたいなと思ってます。それでは吸っていきます。420。続いては新作のほうじ茶、吸っていきます。新作の2個目、抹茶。いや、これさ、抹茶って、いや、これね、抹茶、基本的にね、僕ね、スイーツの、
中。それでは、また進んでみます。それでは、全部吸ってみたので、ランキングを発表していきたいと思います。第1位、第1位は、僕は、柑橘系のものが大、第3位、ほうじ茶、意外とさっぱりとした味付けで、ものすごく吸いやすかったです。それでは、第2位、メンソール、拍手。大体、一つのフレーバーで、2から300回ほど吸えるので、かなり長持ちする方だと思います。すごーい。それでは、今日の動画を終わりたいと思います。また、この動画を見てくれた皆さんには、クーポンが発行されます。100% オフになるので、今から俺が言う言葉を購入時に打ち込んでみてください。では発表します。クーポンコードは、ぜひこの機会に購入してみてください。またこの商品は楽天やアマゾンでも様々な分野でナンバーワンを取ってる商品なので、めっちゃおすすめです。それでは今日の動画を終わりたいと思います。